変な居酒屋つけたみたいで。まったくよ、生き量呼ばれたね、生き量。夜な夜な首絞めに行ってるんだってさ、僕の俺が。申し訳ない。いいのか、あんなんで言うに言葉言って、源氏物語持ち出すようなトンチンカンのやつでさ。結婚申し込まれたんだ。ああ、聞いたよ。そう。なんて返事したんだ。それは聞かなかったの。聞きそびれた。いいよって返事したんだけど。受けたんだ。